知識。よく大きい方がいいんじゃないかみたいなことで波長が合うというか。さらに回してみましょうか。はい、前方のオフィシャルカメラマンに視線をお願いします。有什么平常我们比较少注意到性学知识可以分享的？性的知识。男生怎样看大小？怎么外观可以看得出来吗？よく大きい方がいいんじゃないかみたいなことで、あとこう大きい方がやっぱり好きですよね。ないな。他们这么熟练了，可以从外观就知道，比如说，哎，这个跟我合不合？ありますね。波長が合うというか、この人とパズルピースみたいにすごくなんかしっくり合うなみたいな相性が合う人はいますね。私はですね、そして初めての男優さんとお会いした時はカメラが回る前にちょっと空き時間とかあるじゃないですか、うん、だからちょっとこう男優さんとお話をして相性を私から合わせに行くっていう。すごいしてます。すごいプロ。想请他们帮我破除一下谣言，就是有些说鼻子大就是下面大，或手这样比起来是长度，这是真的吗？そんなことないと思いますけど。でもお花が大きくてでかい人も知ってますけど、ちっちゃい人もいますね。